精神的には大人っぽい方だと思っていたので、そのままずっとしっかりされて、もうあの頼りがいがあるお兄さんだなと、本当にちょっと多少ね、悟りはちょっと開かれたのかな、さらにっていう印象はありますけど、すごく面白いです。なんか人生観とか語り出したりとか取材の時にね、面白い方向行ってらっしゃるなと思いました。突き進んでいこうと思ってます。あの多分こう受験って結構一人での戦いに思いがちというか、でもみんな同じラインに立ってることですし、戦いというよりも僕はその今頑張って苦労した分だけ、なんかその先にあの時頑張った自分に助けられる瞬間っていうのが絶対あるし、そのまあ学生の中での大きな壁っていうのはやっぱ受験ですけど、やっぱこうそこから大人になっていくにつれて僕にもやっぱいろんな壁が立ちはだかるわけですよね。なんかでもそこに打ち勝つ自信というのは、いつぞやの頑張った自分にすごくこう鼓舞されたり、あの時あんだけ頑張ったんだから大丈夫だっていう局面が多分この先、高校入ったり大学入ったり社会人になった時に出てくると思うので、悔いのないように、はい、こう突き進んでいただけたらいいなと。結果が全てではないと僕は思うし、はいはい、ぜひとも頑張ってください。本当悟り開いてるから達観してるよね。何か、何かどこのステージに行ってるんですか、ね、悟りの代表おじいちゃん、おじいちゃんと呼ばれてます。あ、はい、